あかり嬉しい？あかり嬉しい？ビデオです。昨晩泊まったお宅はファームがたくさんあってですね、こんな風にこの子はヤックさんかな、こう昔は大きく酪農をやってらしたらしいんですけども、旦那様が引退されてこの子たちは自分たちの息子のように育てていて、一人一人名前も教えていただいたんですが、ちょっと全部は覚えておらず、非常に懐っこい子たちなんです。で、JJ も連れてきたんですが、お友達だよね、ありがとう、案内してくれるの、ありがとう。あ、ルタンとタティンだったっけ、このプティホースたちもいてですね、この白い方がルタンなんですけど、ルタンさんは目が見えないらしいんです。おはよう、おはよう、おはよう、綺麗ね、おはよう、お邪魔しますね、案内してくれるの、ありがとう今日も息子を子供と一緒ということで、で、これはこの牛舎というか動物さんたちがいるお家の中なんですけど、何何、牛さんたちもおはよう、綺麗ね、みんなすごく綺麗に手入れをされていて、もうこう商品としてではなく家族として預かっているからなんだと思う。想像を絶する大変さだろうなと、ね、え、でも賢い動物は賢い。おはよう。こちらで昨日生まれたばかりのと、ちょっと前に生まれたばかりのがあって、昨日生まれたばかりで30何キロ、ちょっと前に生まれたのも65キロ、かわいいな。あ、じゃあ牛さんどう？かわいい。牛さん。はい、It's good to see you. こうヤックさんですね。ヤックさんはこう先導してくれるヤックさんがここにいてですね。ね、ヤックさん。でもあんまりこう触られるのが好きじゃないらしいので、相当触るんですが、こうシュナの旅に出てきたヤックさんで、日本だとあんまり見ないんじゃないかなと思います。ははー。こんにちは。おはようございます。でこっち、そう。アルパカさんとこの子何回聞いてますよ、ルイク、なんだっけ、ヤキ、この子もヤック、ヤック、ヤック、私はヤギです。え、嘘、間違えた、こっちがヤックであっちがヤギらしい。これアルパカさん、アルパカさんおはようございます。で、この牛舎の中のみならず外にも広大に敷地があってですね、ね、ポニーさんたちもまたあげいいんです、ごめんなさい。あは、おはよう、おはよう、おはよう、ルタン、おはよう、おはよう、ルタン、きれいね。で、この子たちは本当に愛されて名前をつけられて、もう、 こう殺すとかではなく息子たちのように可愛がって育てておられるという、もう引退をされてるんですね。で、昔はここのキャンピング場もあってキャンパーたちを受け入れておられたらしいんですけど、ちょっと大変すぎて今辞められたとのことです。ね、ありがとう、先導。綺麗に、あなたもね。じゃあ外行こうか。アルパカさんおはよう。プリンセスおはよう。おはよう。超見られてる。おはよう。おはよう。おはようございます。で、とても懐っこい子たちだけど、やっぱ近寄るとアタックされることもあるらしいので、あんまり近寄らないでとのことです。おはよう。かわいいぞ。で、1年に1回イギリスから業者が来てこの毛を刈り取りに来てくれるということなんですが、それを売ることはコントラクト契約上できないのかな。すごいな、もったい、アルパカの毛もったいないと思うんですが、すごい。で、この子たちも一人一人全員名前がついてるんです。あー、食べるよ。イエイイエイイエイ。あかり楽しい？本日のランチはここでテーブルを出していただきます。
あかりちゃん大喜び。JJ と一緒です。ね。日本でもエシレバターで有名なエチレの町にやってきまして、今日は日曜日でも閉まっているんですが、こういうパン屋さんは1軒ぐらい午前中だけ空いているところがあって、もろエシレのバターを使ったと書かれています。超美味しそう。ロイ君と JJ。ね。あかりちゃん。ジジ。あかりさん落ちないようにしてよ。あかり。ジジ。ジジ。あかり。I texted the girl to know if everything's okay. She said everything's great. So. Okay. Okay.